国兵さながらにお越しいただきました、スーパーマンに扮した牧野智章選手、そしてちょっと予告編とは違う状況ですが、バットマンの正体は川崎宗則選手です。いかがですか、そのバットマンの姿、川崎選手の。いや、もうメディアと野球界の方でね、たくさん盛り上げている川崎さんですけど、今日の初対面の時ももう作り上げてきてましたから、はい、もうバットマンで入場しましたからね、はいはい、素晴らしい入場でしたけれども、そして牧野選手の僕ですね、天皇杯見てて、はい、牧野さん怪我されたじゃないですか、そのすっごい、はい、あれで出てきたじゃないですか、はい、本当あの姿見た時にやっぱこのスパイダーじゃない一番ダメって言ったじゃないですかそれスーパーマン、スーパーマンなる人だなと、はい、やっぱそこやなと、そう、もうなんかお二人の相性がすごくいいというあの評判で波長が合うんですよ ねやっと会えたなっていう感じですね、はい、本当にヘディングしても、はい、その七三ヘアは崩れないんですか。よくぞその質問をいただきました、はい、よし行きましょう。じゃあ行きますね、本当にみんな部屋見ててくださいよ。はい、行きます。髪型、お、崩れてないですね、本当に。崩れない、崩れない。いいですかね、一回だけ。いや、ちょっとじゃあやります、やります。じゃあせっかくなんで、腕をしっかり。あ、こうやって一二の三、はい、一二の三、一二の三、それで。一二の三、あ、まあね、まあいいです、まあまあまあ。率直にどうでしたか、川崎選手。いや、もう僕はもうテレビで見てましたし、川崎選手のキャラクターも自分の中では絶対マッチするなと思ってて、この日のねイベントずっと楽しみにしてたんで、ようやくですね、はい、実現できてよかったです。川崎選手の前世で合ってます本当合って、真面目な人じゃないと思う、うん、すごい気があってすごい気さくだし、サッカー大好きだし、はい、すごく今日は楽しい、元気もらいました。こちらこそありがとうございます。もうイベント見てても意気投合がすごくて、もう、はい、ネクタイ のやり取りがでもなかなか僕ね、サッカー選手としてこうやっていろんなイベントとかやるときにですね、なかなか僕にこうついてきてくれる選手いないんですよね。日本代表とかでもなんかいそうですけどね、一緒に。いや、もうみんなカッコつけですからうん、なんかこう自分をなんていうんですかね、こう恥をさらしてですね、いろんな人に笑顔になってもらおうと思ってやる選手なかなかいないんだよね。牧野さんみたいなタイプまたこれいないですよ、そんな。こうすごい エナジーですよ、パワーがあって、どっちかというと海外のドミニカとかラテン系の選手っぽいイメージがありますよね。だからラテンのミュージックかかったらまたすごいテキーラでも飲みながら騒げるって、そういうエナジーがあるんで、一回もう本当にサッカー今やってるんで悪いですけど、はい、もうメジャーリーグに挑戦してもらってやりますか、ね、すごいね、遠投、はい、すごい野球大好きで、はい、野球投げるのも遠投もすごい投げるらしくて、大好き、はい、なんでもう、まあ、サッカー界なんか多分5本の指に入るぐらいでできると思うんですよね、はい、すごい5本っていうと謙虚に5本ですからね、本当は1万と思ってるから謙虚に上がって5本だから、はい、多分もうだから今回いいスカウティングができそうだなと思もし打てなかったら、はい、お願いします、はい、そうなります、はい、本当お願いしますアドバイスしてください、いいですよ、打ち方チェックしてます